グリムローズ奇襲。アカディア人追放と同時代に描かれた作品で唯一現存するものである。セントジョン川方面作戦はフレンチ・インディアン戦争中の軍事作戦である。1759年の2月、イギリス軍の大佐、ロバート・モンクトンが1150人の部隊を率いてサンタンヌペバに着くまでの間、セントジョン川に沿ったアカディアの集落を破壊したもので、 この時モンクトンには、ジョセフ・ゴアハム、ベノニ・ダンクス、モーゼス・ヘイゼン、そしてジョージ・スコットに率いられたアメリカン・レンジャーズが同行していた。また、海軍の指揮官シルバヌ・スコップもアカディア人追放に協力していた。ある歴史家は、1758年の夏の終わり、追放されたアカディア人の数が非常に増えたと指摘している。サンジャン島方面作戦。 セントローレンス湾方面作戦、ケープサーブル島の作戦やプティクーディ役、川方面作戦と並行して、イギリス軍がセントジョン川をも標的としたためである。シャルルデシャンド・ボワシェール・エド・ラフェト1710年のイギリス軍のアカディア征服から45年間、アカディア人はイギリスへの絶対的忠誠を強いる正門の署名を拒み続け、 民兵として様々な対イギリス作戦に参加し、フランスのトリデであるルイブールやボーセジュールへの補給戦維持に努めた。フレンチ・インディアン戦争中、イギリス軍はアカディア人たちの見せかけの武力を打ち砕き、彼らを追放することによってルイブールトリデへの補給戦を中断した。セントジョン川の渓谷にアカディア人が住むようになったのは17世紀の初めだった。 1710年のアカディア征服の後、アカディア人たちは、ノバスコシア半島から、フランス領のセントジョン川に移住した。この移住した人々が、イギリスに対して最も強く抵抗したと、考えられている。1748年の時点では、セントジョン川流域には、フランス語を話す12世帯が住んでいるだけだった。それから10年間で、セントジョン川沿いに住む。 アカディア人が急速に増え、宴会諸州のアカディア人集落の中心となり、サンタンを中心にアカディア人家族約100世帯が住んでいた。その多くは早い時期の追放作戦、例えばサンジャン島作戦などで逃げ出した人々だった。ここには約1000人のマリシート族もいた。アカディア人追放の第一波は1755年に始まった。追放作戦の真ん中、 セントジョン川の渓谷は、アカディアとアルゴンキン五族のイギリスへの対抗勢力の拠点となり、その指揮官は、フランス民兵の士官であるシャルルデシャンド・ボワシェールエド・ラフェトであった。フレデリック・トリデの建設1758年9月13日、モンプトンと正規兵及びレンジャーズは、ハリファックスを立って、一週間後にセントジョン川川口に到着した。この地域に建てられていた。 モナグーシュトリデは1755年に破壊されていたが、トリデの跡地から数人の民兵が到着したイギリス軍に砲撃を行い、船で上流へ逃げた。追跡しようとした戦闘用のスループ艦、プロビデンスはリバーシングホールズで難破した。ロバート・モンクトン・モンクトンは、モナグーシュトリデを再建して新しい作戦本部を建て、そこをフレデリック・トリデと名付けた。 この取り建設により、セントジョン側の集落への連絡と補給とは事実上、断たれた。この時、モンクトンに同行していた、アメリカン・レンジャーズには3つの小隊があり、それぞれの指揮官は、ジョセフ・ゴアハム、ベノニ・ダンクス、そしてジョージ・スコットだった。モンクトンと部隊とがセントジョン側に姿を現した、時に、ボアシェールは退却した。月日、モンクトンは、兵やレンジャーズとに、 リバーシングホールズの上流を船で立ち、2日後にグリムローズの集落に着いた。ここ2755年に移住してきた50世帯は立ち退きを余儀なくされていた。モンクトンの部隊は家屋や建物を焼き、畑に火をつけ、すべての家畜を殺した。その2日後、モンクトンはニューブランズウィックのジェムセグの集落を後方もなく焼き尽くしてから、 セントジョン川のフレデリックトリデに戻った。アカディア人追放のモニュメントモンクトンは、サンタンヌペバに長く滞在することはなかった、冬が間近に迫っていたからである。氷結した川に行く手を阻まれるのを恐れて、モージェビュユに向かい、フレデリックトリデに戻ってから、ハリファックスに30世帯のアカディア人を放慮として、連行した。ハリファックストリデの中トン隊長には、 少佐のロバート・モリスが就任した。約3ヶ月後の1759年2月、モンクトンは漢字機を履かせたレンジャーたちを分献し、サンタンヌ・ポワンに向かわせた。2月18日、サンタンヌ・ペワに到着した、平然と約15人のレンジャーは、集落のものを略奪してから火をつけ、147の家屋や建物を焼いた。二つの集会所や、 すべての納屋や家畜小屋も焼かれ、大規模な倉庫にも火がつけられて、蓄えてあった干し草、小麦、エンドウ豆、大麦などが燃やされ、212頭の馬と五頭の牛、多くの豚などが殺された。また教会も焼かれた。また、レンジャーたちもインディアン同様に、アカディア人生存者のジョゼフ・ゴダンベル・フォンテーヌの手記には、ゴダンベル・フォンテーヌ自身がレンジャーたちに拘束され、 目の前で家族が斬殺されたと書かれている。五段ベルフォンテーヌの証言には他にも裏付けとなる一時失点がある。フランス軍がインディアン兵を雇ってイギリス兵の頭皮を剥がせる一方で、イギリス軍はアメリカンレンジャーズにインディアンの頭皮を剥がせた。この当時、英仏双方の連隊は辺境での戦いに熟練しておらず、一方インディアンやレンジャーは熟練していた。 イギリス軍士官のコーン・ウォリスやマースとは、レンジャーやミクマク族の戦術に危機感を抱いていた。この当時、アカディア人による頭皮狩りは宴会書集だけに見られた。ニューイングランド兵も一時期宴会書集でインディアンの頭皮を剥いだが、イギリス軍はロワイアル島のフランス軍がしていたようなヨーロッパ人の子孫の頭皮を剥ぐことを認めなくなっていた。 1759年5月18日、何人かの兵がフレデリック・トリデの外へ釣りに出かけた際、インディアン兵の攻撃を受け、兵たちは城塞の中へと逃げ込んだが、一人が逃げ遅れて連れ去られた。6月15日にも他の兵たちが川釣りに出かけたところをアカディア人とインディアンに待ち伏せされた。 双方が競り合っている間、砦の範囲内のスループから砲撃が行われ、一方で砦からも砲撃があった。兵たちの一人が殺されて、頭皮を剥がれ、もう一人が重傷を負った。他の兵たちがアカディア人たちを追跡したが、見つからなかった。フレデリック砦の指揮官は、アカディアの集落が壊滅したことを確信できず、1759年の7月から9月の間に、 少なくとも三つの文献隊が、セントジョンガーの上流のサンタンヌに送られた。兵たちは道すがら、アカディア人を何人か捕まえ、家を焼き、作物を台無しにし、そして家畜を残殺した。9月には90人以上の部隊が派遣された。オロモクト側に沿った、現在のフレンチレークで、文献隊はアカディア人の激しい抵抗に遭い、レンジャーが7人これで戦死した。 シャントネに移住したアカディア人イギリス軍の補給路断絶作戦で集落に残ったわずかなアカディア人は食料を不足にあえいだ。ヌーベルフランス総督ボードルユは1600人のアカディア人が1759年にケベックに移住してきたと伝えている。同じ百五十九年の冬、ケベックも食料不足で天然痘が大流行し、これで アカディアからの移住者300人以上が命を落とした。同じ1759年の冬、セント・ジョン地域からケベックに来た難民29人がセント・ローレンス川を登り、ベカイクールに自分たちの集落を作った。エイブラハム・平原の戦いの後、1759年9月18日にアカディア人の抵抗も終わった。セント・ジョン川のマリシート族とアカディア人はフレデリック。 リデとカンバーランドリデでイギリス軍に降伏した。1760年の1月2日、フレデリックリデに集まったアカディア人の男の大部分が、その翌日には女と子供とが集まって、船でハリファックスに向かった。アカディア人たちはハリファックスに到着してから1週間以内にフランスへ向かった。1762年。 セントジョン側の中屯ン隊長を務めていた注意。ギルフォード・スタッドホルムは、ニューイングランドから新しくやってくる入植者のために、残っていたアカディア人を移住させようとしたが、これはうまくいかなかった。ありがとうございます。